わー、来たー同じプレステージ。あそこ、あそこ当然絶対あそこだよね。わかるよな。スターオーシャンの2はあそこしかないよな。セカンドストーリーで一番面白いって言うデータ残ってたか、ちょうど、そこの直前のデータを取っといてて。見返るでしょ。そう。いやー、それは見たい。レベルマックスのデータとともに、うん、ちょうどいいレベルの行ったばっかりの状態を保存してたんだよ、俺。やったやつ全員覚えてるあるけど、まあ、やってない人は、元ネタがある、うん。元動画も今回もあるからね。1998年か。うわー、ディスク2枚組。25年前かい。うん。ここだよね。くる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 。なんか動画になってきたんだ。お手まで焦がしてやるぜ。出た。あっちぇ。届かねえよ。あ、こいつ。つえ。6000くらいかな。うわ、これ撃ってくるか。負けかけでしょ、このゲーム。もうもうもう、近寄れない。間髪入れる。スペキョー。全体攻撃、一人死んで。回復させるしかないな、うん、まあまずレナがね、レナリラクス回復キャラだからこの前カブト割り遅いからその判断にしとけこれ遅いからこの判断俺好きなんだけど俺相手届くまで遅いから届いてねえし終わったスキー切れるで終わった。いや GM 分かった。うん、こういうゲーム中岡のが見たいわ、はい、いきます、いきます、はい。気をつけてね。いや、死んで。うわ。せえ。いや、死んで。この俺様は強いだろうが。マインドブラスト。マキン。セキュア。うわー、あっち。入ってる。そのまま入ってる。スペキュア。先行入力だ。サクでか貴様ら。勝てない勝てない。ホッピング。マジでホッピングしてさ。スペキュア。うわあ。あっち。燃え尽きるー寒くねえか貴様ら。まだ負けられない。終わってんだろ。全部機械マインドブラス。終わった。AI が死んだ。AI がこれで終わりだ。音がしかしねえ。マインドブラスと。もう無理、もう無理。ガッツで1残ったから。1残った。うん。頑張れ。ガーッ。うろ、うろ。マインドブラスト。力が入らない。終わった。うろー、あっちー。終わった。死んだ。エライが死んだ。ブラー。スキルー。ビスキュー。骨まで温めてやるよ。あっちで。すげえ。うわあ、あっちよ。お母さん。最高最高、これマジ最高。わあ、これは面白い。
この忙しい感じをよく再現した、うん、スターオーシャン2ならでは。このトラック間に合ってない感じ。そうそうそう、最初スピーキングからの時全員バーン。実に面白かった。実に面白かった。つーかスターオーシャン2もアクサラット2もやりたくなってきた。最高ゲームだな、プレステの中で最高峰。めちゃくちゃ面白いよね、うん、どっちも。もうミカエル戦永久にやってても楽しいもん。楽しいな。当時は理不尽でなんだこのクソゲーって。全然勝てねえじゃねえかって。それがやっぱ味だったな。でもなんとかして攻略を見つけていくのもまた楽しかった。なんでこんなバランスおかしいんだ。こいつらのとこだけだよね、ほぼ。そう、10天使だよね。そう、確かに、ね、10天使か。10天使でしょ、うん、うん、で、こいつだけ異常に強い。そう、この後が雑魚なんだよ。でもなんかこの後はね、雑魚的で、なんか芋虫みたいなやつ出てきて食われて全滅したから、僕あの、石化か食われるかどっちかで。雑魚的にな。雑魚的で、うん、雑魚戦がおかしかった。ストーンチェックは常に装備していかないと危ないんだよ。長いからな、配信でできるかな。ここに行くまで50時間ぐらいかんだっけ。俺のデータで70時間。めっちゃかかる。70時間かけて全然勝てないです。そう、まあ、じっくりやってるのもあるけどな。うわー、だ長いんだよ。アークザラット2も半端なく長いよ。もう途中のギルドね、うん、寄り道がものすごいある。ミッションやってたらまあ100時間ぐらいかかるんじゃない。行くか。行くんじゃない。あと各マップに隠された指名手配犯とかがいたりするから。いたいた。それ探すのもまたいいんだよ。あっただ、まあ、どっかでやり込みますか、うん、なんか懐かしみがあるわ。どこどこでな、酒のつまみにはなりそうだな。絶対な、間違いない。見てくれ、そういうことをやるときは。また来週お会いしましょう。お相手は坂本龍馬とスキュール中岡でした。スキュールミカエル中岡慎太郎。仕上げん、バイバイバイバッチョー。骨まで温めてやるぜ。寒くねえか貴様ら。